マンチェスターユナイテッド3、2リバプ、FA カップ4回戦、FA カップ4回戦のマンチェスター、ユナイテッド対リバプールが現地時間24日に行われた。試合は3、2で、ホームのユナイテッドが勝ちした。リバプールの南野拓実は出場しなか、今シーズンのユナイテッドの試合はダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、超ユナイテッドと調子を落としている、リバルが、カップ戦で激突。先手を取ったのはリプールだった。18分、フィルミーノの、スルーパス、受けたサラが右足で決めて、リードを奪う。下肢26分、ユナイテッドが、反撃開始。相手の攻撃、ポグバの守備で止めて、カウンターになると、サイドのハーフウェイライン上からラッシュし、フォードが大きく、前方へパス。これに走り込み、ダ・グリーンウッドが決めて、同点とした。1-1で、リ、返した、後半の立ち上がり、ユナイテッドが、点に成功する。48分、今度は、グリーンウッドのス、パスに、ラッシュフォードが走り込んで5、ルネットを揺らした。追いすがるリバプール、58分に、サラーのゴールで追いつき、試合は再度、点に。熱戦に終止符を打ったのは、ブルーのエルナンデスだった。78分、得意の FK を、直接沈めて3-2として決着。リバプールはシャキリ、オリギを入りして、挽回を図るが届かなかった。得点者、18分0-1サラー、リバプール26分1-1グリーンウッド。マンチェスターユナイテッド48分に1ラッシュフォード、マンチェスターユナイテッド58分に2サラ、リバプール78分3-2ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスターユナイテッド、両。